近頃子どもたちを取り巻く環境が変わってきているように感じています。公園から遊具が減っていったり、ゲームとかインターネットが普及してきたことで外で遊ぶ機会が減ってきたり、今なら、新型コロナウイルスの影響で、いろいろなイベントが中止になったり延期になったり、していくようなことが増えていて、今子どもたちが力いっぱい外で遊べるような環境がなくなってきているように感じています。そんな今私たちが取り組もうとしているのが、大分県内各地で子どもたちと交流できるスポーツイベントの開催です。私自身サッカーと出会ったことで、体を動かす楽しさや人と関わる大切さを知ることができました。大分の子どもたちにもサッカーだけじゃなく、スポーツを通じて体を動かす楽しさを知ってほしいと思っています。これはサッカーと出会ってサッカーで育てられてきた私たちだからこそできることだと思っています。大分にはプロサッカーチームがなく、上位リーグやプロを目指す選手は地元を離れていってしまうというのが現状です。地元大分でもサッカーを続け、夢を追いかけられる環境づくりをしたい。そのためにベルスパ大分レディースは上位リーグを目指し活動しています。しかし日々のトレーニングの会場費や遠征費など活動には多くの費用がかかってしまうというのが現実です。私たちの情熱だけではこのプロジェクトは実現できません。私たちの思いや活動に賛同していただける方はクラウドファンディングからぜひご支援よろしくお願いします。もしもサッカーがなかったら僕の人生どうなっていたんだろう。知らなかったのかな。ゴールを決めた時のあの何者にも変えられない喜びを、暗くなるまでボールを蹴ったあの時間も、すぐ広がりすぎる鳥かごも、しゃがむ順番で鬼が決まる謎のルールも、負けた時に溢れ出てくる涙も、努力が報われない苦しさも、きっとサッカーで仲良くなったあいつらとも友達になれていなかったと思う。スタジアムでのワクワクも、テレビで見るドキドキも、プロを見た時の興奮も知らない。そんな退屈な人生だったんだろうな。ああ、僕らの人生にサッカーがあってよかった。チャンネル登録マッチョンケン。